焼け跡世代とは、幼少期と少年期を第二次世界大戦中に過ごした世代と言われている。昭和一桁世代の後の世代であり、昭和10年4月2日から昭和22年4月1日までに生まれた世代のことである。反戦作家の野坂昭之が用いた焼け跡闇市派が語源らしい。焼け跡世代という名称自身を誰が作ったのか、どこの世代を指すのかはっきりした文献はないが、本校では日本が第二次大戦に参戦して以降小学校に入学した世代から終戦の詔書が放送されるまでに生まれた世代である1935年4月1日から1945年8月15日生まれを便宜上を取り扱っていることに注意したい。都市部な焼け跡世代の人々は第二次世界大戦中に幼少期と少年期を防空壕と焼け跡の中で過ごし、飢餓や経済的困窮、放射性被害など戦争による被害に苦しんだ。青空教室と闇市を経験した者もいる。父親を戦死や戦災で亡くし、母子家庭での生活を強いられた者も少なくない。戦中に農村部に疎開していた人々は、空襲で自宅が失われたことや、大都市部で深刻化した食糧難から戦後もしばらく農村で過ごした者も多い。戦中派とともに大日本帝国憲法が廃止され、日本国憲法が施行される一大パラダイムシフトを体験した世代でもある。1935年4月から1939年3月、生まれまでの人々は太平洋戦争中に小学校に入り、小学時代には国民学校における軍国主義教育と敗戦後の墨塗り教科書、民主主義教育の両方を経験したため、第二次大戦の記憶を持つ最後の世代である。第二次大戦の終結と米ソ冷戦の勃発という焼け跡の中で小学校時代を過ごした世代であり、サンフランシスコ講和条約が締結された時期には、おおむね中学生であった。一方で、1939年4月から1945年までに生まれた人々は幼少期を空襲の脅威にさらされて過ごし、第二次大戦の終結後に小学校に入った。この世代は極東国際軍事裁判や朝鮮戦争といった戦後の混乱期に小学校時代を送った。この世代の人々は中卒、高卒で社会に出た者が多く、大学進学者はまだまだ少なかったが、戦後新生大学が生まれてから、大学進学率は徐々に上昇し、大学卒業者がエリートとみなされていた世代と、大学教育が大衆化した世代の狭間にある。この世代は、学生運動が盛り上がった時期に大学生となり、1941年の真珠湾攻撃以前の生まれは1960年の安保闘争を担い、真珠湾攻撃以降に生まれた戦中生まれ世代は団塊の世代と同じく全共闘運動を担った。社会人の教科書全20種類。世代一覧2020年2月29日、閲覧、野坂昭之さん死去、焼け跡闇市派、直木賞作家、歌手、多彩な顔。www.sponichi.co.jp 2019年10月20日閲覧。国民学校が小学校の名称に戻った年は1947年4月以後である。ありがとうございます。